リバーウォーク北九州は、福岡県北九州市小倉北区にある大型複合商業施設である。2003年4月19日オープン。北九州シルネッサンス構想の事業の一つである、紫川マイタウンマイリバー整備事業と連動して、行われた室町一丁目地区第一種市街地、再開発事業による複合施設である。周辺には小倉城や紫川などがある。 第一期事業として、ジョン・ジャーディのデザインにより、サービス、商業ゾーン、各種文化的イベントを実施できる文化施設、放送局や、朝日新聞社を併設した、情報発信ゾーンからなる地下2階地上15階の複合ビルとして完成した。第二期事業として、マイケル・グレーブスのデザインによる、西日本工業大学デザイン学部等の入居する、大学棟とレクサス販売店。 レクサスコクラがオープンした。核ゾーンが独立した建物群の集合体のような外観になっており、それぞれの建物に用いられている色は日本の伝統的色彩美の融合を表し、茶色は大地、黒は日本瓦、白は漆喰兵器、赤は漆、黄色は収穫前の稲穂を表現したものである。リバーウォーク南側に、 小倉城が隣接していることを意識した設計になっており、リバーウォーク内には南側に向かって外が見える場所が数箇所ある。施設内通路や展望デッキ1階外側のオープンテラス等から小倉城を見ることができる。ただ、小倉城のすぐそばに様々な色彩の建築物を建てたことにより、小倉城を南側から見た時に背景にリバーウォークの赤や、 黄色の建物がすぐ後ろに見え、それらは小倉城と対照的な色彩となってしまっているという一面もある。施設は保留床の持ち床会社である北九州紫川、開発、ラオックス、日本放送協会、朝日新聞西部本社、西日本工業大学、北九州市などが所有している。再開発以前は百貨店の小倉玉や大英小倉店、 小倉北区役所などがあり、小倉玉屋は当初再入居の予定であったが、北九州紫川開発に権利床を売却し事業から撤退した。地上界のデコシティは北九州紫川開発が権利床として所有し、福岡辞書に20年契約で一括賃貸、同社がテナントに転退する形で運営している。地下界は当初大英が所有し、 食品スーパー業態のグルメシティリバーウォーク店としてオープンしたが2012年6月30日に閉店し、同社が権利床をサコダホームファニシングスに賃貸していたが、同店も2017年8月に閉店、その後2018年に権利床をラオックスに売却した。業務旨は朝日新聞西部本社が保留床を取得し、以下の企業等にオフィスとして賃貸している。 リバーウォーク北九州では会員カードとして F、ジョイカードを発行しており、100円の利用で1ポイントがたまり、500ポイントで500円のお買い物券と交換というシステムとなっている。入会費、年会費無料、期限は最終利用日から1年間有効となっている。従来発行されたデコクラブカードも有効期限内であれば引き続き利用が可能。また、この F、ジョイカードは、キャナルシティ博多、マリノアシティ福岡、コノハモール、橋本の3施設との共通ポイントカードとなっている。また、ベッド特典のついた、クレジット機能付きの F ・ジョイビザカードも発行している。リバーウォークは、ほぼ東西方向に広がっている施設であるため、どのテナントを利用するかによって、最寄りバス停が変わる。公式サイトでは、 以下の二定流場をもよりとして案内している。ありがとうございます。